ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。今回の動画ではスイープにタッピング、これを絡めたフレーズを解説していこうと思います。では詳しく解説をしていきたいと思います。このフレーズは3つのスイープのパターンから成り立っています。まず1つ目がこちら、3本の弦を使った A のマイナーのスイープの形です。これにタッピング、ここですね、これを付け加えています。これも A の音ですね。ルート音をタッピングで付け加えているような感じです。1音ずつ解説させていくと、3弦の9フレット人差し指、2弦の10フレット中指、1弦の8フレット人差し指、1弦の12フレット小指、そして右手の中指で1弦の17フレットをタッピング。でこのタッピングした中指を今度プリングして1弦の12フレットを鳴らし、でこの1弦の12フレットもさらにプリングして1弦の8フレットを鳴らします。そして2弦の10フレットを中指、3弦の9フレットを人差し指というような流れです。でこのタッピングを絡めた場合のスイープのフレーズはですね、この右手がポイントなんですけども、通常ねピッキングっていうとこのピックアップとピックアップの間ぐらい、この辺りをねピッキングすると思うんです。この位置でピッキングしてタッピングをしようと思うと移動が必要になります。ですのでどのようになるかというと、このような感じですね。まあできないわけではないんですけども、で右手がすごく忙しくなってしまうんですよ。なのでもう最初から右手タッピングの位置にこう固定しておいて、もうこの位置でピッキングもします。こっちの方がね、右手は楽ですし、まあ、ピッキングもしっかりできますので、こちらの位置でピッキングするのをお勧めします。そして2つ目のフォームがこちらのフレーズですね。これはですね G のメジャーの3本の弦のスイープです。これにこれルートの G の音ですね。これをタッピングをして、はい、では1音ずつ解説をしたいと思います。まず3弦の7フレットを人差し指、2弦の8フレットを中指、1弦の7フレットを人差し指、1弦の10フレットを小指、そして1弦の15フレットを右手の中指でタッピング。はい、そして、このタッピングした右手の中指を今度プリングします。プリングして1弦の10フレットを鳴らします。そして1弦の10フレット小指で押さえているのもさらにプリング。そして2弦の8フレットを中指、そして3弦の7フレットを人差し指という流れになります。そして3つ目のフォームがこちらですね。これはですね3本の弦を使った F メジャーのスイープのパターンです。これに、またタッピングを入れるわけですね。右手の中指で F の音を足します。ポジションはどうなっているのかというと、3弦の5フレットを人差し指、2弦の6フレットを中指、1弦の5フレットを人差し指、1弦の8フレットを小指、そして今度は右手の中指で1弦の13フレットをタッピングします。でこのタッピングしたのを今度はプリングして、小指をプリング、そして2弦の6フレットを中指、そして3弦の5フレットを人差し指になります。そして次が、2つ目のフォームでできた G のスイープパターンですね。
ったことです。これをやります。そして最後これ2弦の8フレット弾いたときにスライドで2弦の10フレットを弾いて A の音に持っていって完結というような感じになります。